オリベ1 0系物オリベ角ザラしノ水中チュ氏ネズミシノアキクサ文学ザラき瀬戸水ズし身の焼とは、岐阜県のうち、東農地方の一部にまたがる地域で製作される陶磁器の総称である。1978年7月22日に、通称産業省の伝統的工芸品に認定されている。東農地方は、日本最大の陶磁器生産拠点であり、中でも時市が、 当時器生産量の日本一の町である。平安時代に作られた末期から発展した。鎌倉時代以降、隣接する尾張国瀬戸の丘陵地帯ほどではないが、古瀬戸系西友陶器を焼く社名を利用した穴倉用による陶器生産が開始された。15世紀初頭に時市域に鎌が散財的に築かれる。16世紀に織田信長の経済政策によって、 瀬戸市周辺の丘陵地帯の投稿たちも美濃地方の集落に移り住んで穴倉用よりも小成効率に優れた地上式の端質用である大釜が多数築かれた。桃山時代に、篠焼に代表されるような美濃桃山等が焼かれ、一大産地となり、美濃焼の基礎が築かれた。江戸時代になると釜太鼓づりは、大釜から伝房式の堀釜となり、篠焼に加えて、 オリベ焼きの油品が生み出された。江戸時代中期におふけが焼かれる。江戸時代末期に磁器の生産が始まり、現在では和食器、洋食器を多くを生産する大用業地となる。しかし、21世紀以降は、国内た地域の製品や安価な輸入製品などの流通が増えたため、生産量が大きく落ち込んでいる。20世紀以降、工業化が進んでからは、 ミの焼きの技術を応用した工業用セラミックデバイスの研究、生産も盛んになった。例えば日本外資といった業界大手メーカーがミの焼きの産地に拠点を設けている。大量に長く作陶してきた歴史から粘土の枯渇が懸念されている。桃山時代にそれまでになかった自由な発想で登場し、ミの桃山等とも呼ばれる。中でも武将でもあり、 茶人でもあった古田織部が創意工夫を凝らした織部好みは有名である。篠茶湾のウハナガキは日本製の焼き物では数少ない国宝指定物件の一つである。など指定認定順ありがとうございます。